こんにちは、アズールです。今回は前回泊まった博多から太宰府天満宮を観光して熊本方面に向かいます。太宰府に向かう電車は和風のかわいいデザインです。内装ももちろん。1号車ごとにデザインが違うみたい。太宰府駅に到着です。こちらは反対側に止まっていた食堂車なのかな。こちらもかわいいデザインです。ホームの柱が鳥居のようになってました。駅前はこんな感じ。石のポスト。駅舎も和風な造りです。駅を降りてすぐ太宰府天満宮の参道です。名物の梅ヶ枝餅のお店がたくさんあります。福岡といえば明太子。福屋さんで明太子御膳をいただきました。美味しそう。まずは明太子そのまま。いただきます。うまー。お次はとろろと混ぜて。ちょっとこぼれちゃった。最後はお茶漬けにしていただきます。うまー。こんなに明太子を食べた後なのに美味しい。
ごちそうさまでした。お腹いっぱいになったので、いよいよ参拝します。牛さんの像、学問の神様の使いだから、頭なでなでしといたら頭良くなるかも。ついでにお肌もきれいにしてもらいたい。門もすごく立派。御本殿が見えてきました。御朱印もしっかりいただきました。梅の印がかわいい。名物梅がえ餅を食べます。中はあんこで、梅が入っているわけではありません。作りたてなので、熱々を食べ歩きます。一度博多に戻ります。前日に泊まったホテルの近くの東長寺です。桜がとても綺麗だったので戻ってきちゃいました。博多駅近くのビル街の中に立つ五重の塔。この日の夜は、博多を一緒に観光したお友達のうちに泊めてもらえることになりました。博多から熊本方面に向かいます。
ではあんまりお土産とか買わないんだけど、明太子が美味しすぎてついつい買ってしまいました。お友達のお家の住所がバレちゃうので今回はここまで。明日は熊本城を見に行きます。よかったらチャンネル登録お願いします。